自腹が出たら即終了、くじ引きお寿司大食い対決やるしょ。どうした、ハクト？どうした？マジと。はい。というわけで、今日はね、くら寿司に来ております。まあ、くじ引き大食い対決ということで、まあ、ここにね、寿司箱と皿箱を用意しました。はい、プレイヤーは 1ターンに各1枚ずつ引きます。試しに。寿司箱から1枚引いて、はい、ハマチですね。ハマチ？ハマチ。で、皿箱、引きます。はい、3。俺はこのターン、ハマチを3枚食わなきゃいけないという感じでございます。3皿ね。つらい。やば。まず、皿箱の方のラインナップは、1から3までが各3枚ずつの9枚。そして、こういうね、青いペンで書かれた1から3が1枚ずつ入ってます。で、青いくじが出た場合は、こう寿司をぶつけることができます。おお。強い。まあ、ルールは以上、単純明快でございます。はい、はい、はい。で、忘れてました。自腹のくじが序盤から入ってしまうとちょっとシャバいと思うので、5周目が終わった時点で、この皿箱、寿司箱、はい、どっち？寿司か。寿司の方がいいかな。寿司箱の方に、自腹のくじを入れたいと思います。はい、それ引いたら終了で、そいつが大盛りでございます。はい、はい。というわけで、今回は自腹から入ったら即終了、くじ引きお寿司大食い対決です。やっていきましょう。はい。じゃあ、まあ、こうでいいかな。そう、俺から時計回りで、はい、これ3で いや、何が寿司いきます。何が出るかよく分かんないから、はい、タコ、まあ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 、まあ、いいじゃん。タコ食ったことないのよ、俺。タコ美味しいよ。で、皿、そんな頻繁に食うものではない。うわー、3引いてほしい。3、よしよし。タコ3枚はすごい。タコ3はきついよ。タコ3はきつい。タコ3はきつい。何好きなのネタ。俺もマグロイカあたりだね。変なの来い。ほい。え？ミルクレープ。ほっ。ミルクレープ。ちょっとやばいぞ。こすこす早く。行けよ。頼む。さらす。うわー。ちょうどいい。ちょうどいい。はい。行きます。お寿司。じゃ。やばっ、臭い。やったな。ラーメンはやばい。え、やばっ。うわ、これさ、これ3来たな。やばったな。でも、青来たよ。青来たよ。はい、いきます。せーの。うわ、痛いな。2は出ない。どれにする。うわ、痛いと。ミルクも早い。ミルクも早い。やばなく滑り込んできた。ミルクでいいさ。じゃあ、追いガツオ醤油ラーメン一つと、え、種類で、あ、種類、そうだよ。じゃあ二つですね。追いガツオ醤油、追いガツオ、追いガツオ。そうなんだよな。俺はもうね、一点狙い、イクラの一点狙い。そう簡単に来ないよ、イクラは。こいつだ。なんでそんな高いラーメン。もう俺食いたくねえよ、ラーメン。ラーメンうまいよ。でも青うざい、青うざい、青うざい。お腹いっぱいになっちゃう。頼む頼む。うざいうざいうざい。せーの、1。よし。どうします。あっさりいったやん。特製鶏だしラーメン。はい、いいとこいった。いや、ミルクレープいいな。あ、いいな。ミルクレープ寿司食いたい。邪魔そうですよ。お、3来た。タコが3来た。うざい、うざい、マジでうざい。いや、うまそう。俺こっち食いたい。こっち食いたい。俺こっち食いたい。ラーメン、俺タコ嫌いじゃないけどさ、好きでもないんだよ、別に。6枚、6かはいらん。絶対に。怖い。準備いきます。はい。ラーメン。ラーメンして。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。ラーメン、ラーメン、ラーメン。はい。イクラ。あ、出た。好きじゃない。青濃い、青濃い。あ、そう、青だ。青濃い。濃い。青一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 。まあ、でも別にイクラあれだから、まあいいよ、いいよ。誰に行きますか。こっちにあげる。うおー、まあまあまあ、そうだよな。いい、まあいい、まあいい。やばい。そう、晴れて。いくよ。うん。何が出る？飲んで。何出した？茶碗蒸し。茶碗蒸し。何さ、食べれば。寿司食べねえよ。茶碗蒸し何入ってんのこれ。茶碗蒸しのエビ入ってたら激アツなんだよ。エビ入ってたら。エビ怖い。これは何でもあり。いや、引き直そう。引き直すか。いくらでいい。ラーメン。いや、ちゃんと。呪われとる。なんで？
奥立て奥立て奥立て行きます。さあ、3個よしよしよし。いや、まあまあきついよ。そんな好きじゃないネタの2はきつい。いきます。はい、せーの。納豆巻きかな。わ、いいな。納豆っていうやつがあった。いきます。引きそう。お皿引きます。パッパ行こう。せーので、ドン。きたきたサラリングしか来ない。一番食ってないやついるから。ラーメン1、タコ3、ホタテ2。いや、こいつダメ。納豆3で。よっしゃよしよし。これ絶対。あ、でも納豆は好きだ。僕が食べるのこちら。本当にじゃん。茶碗蒸し。え、茶碗蒸し食率やばくない？でも同じなんだよ。お前5分くらいでしょ。はい。じゃあ、お茶碗蒸しを2。まあ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 、いい感じじゃない。いきます。そろそろ、鉄火巻きとか入ってる。ネギトロ軍艦は、ネギトロ軍艦。いや、もう鉄火巻きっていうのに入れてる。あ、いや、あー、来た。ごさら何か何か来てる、何か来てる。うざい。マジで、なんでそういう確率の数字。寿司食わせろよ。青3つが来たらもっちラーメン買う。青1。うわ、青1か。どうする、どこ来る。食いたいけど、でもしょうがないから青1でしょ。ちょっと、でもこれは誰かを潰したいゲームじゃん、言ったら。まあ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 、レイで。おー、あー、そっか、でもラーメン1杯残ってる。うざ、俺と一緒だよ。ね、うざい。のせの3巡目。はい。いや、なんで、え、本当になんで上の方ばっか引いてんじゃん。いや、俺ちゃんとグニュグニュってグニュって。そうだ、確率操作やん。グニュグニュしてる。なんでそんなラーメンばっかり。寿司食わせろよ。お前さ、ラーメン8個ぐらい入れてないやん。マジで入れてね。寿司に行ってるやん。マジで同じ。まあ、大事なのはサラカス。いくよ。うん、はい。こいつだ。うわ、うわ、よっしゃ、よっしゃ。いや、考えて、まあ、考えて、でもこいつ今フリーなのよ。本当にフリーなのよ。どうしよっかな。まあ、ハルキで。あ、まあまあまあ、そうだよな。さすがにありがたい。無難にな。いきました。いきます。せーので、ドン。おぉ、あー、いくら、でかい。まあ、それはでかい。まあまあ、食ったけどね。俺食った。せーので、ドン。に、うわ、まあ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 、いくらに。寿司行きたいね。僕はこちら。いや、やばいって。全然食わんない。青さんを行くしかない。いや、絶対こういう時に出ないじゃん、さっきの青さん。こいつだ。よし、うん、えぐ、よし。チャームし決めました、誰か。はい。いや、これは誰かを潰しにゲームだ。うん、もちうわー、うわ、まあまあまあ、ダウン虫3つだ。3つか、うざ、うわ、やば、メンタルいかれるやん。これいくぞ。あと2周あんのか、うん、やばいって。あれなんで待ってほしいと思ってたの。頼む、5周超多い。軽いので会ってほしいと思ってる自分がいる。おったっけー。まあまあ、でもまあ、うまいんでしょ。いや、まあ、うまい、うまいんでしょ。じゃあ、じゃあ、まあマグロみたいなんですよね。本当に醤油かけたら何でもいいんじゃねえの。こいつだ。おー、1。まあ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 、まあまあまあ、平和平和平和。いきます。寿司で会ってくれ。あ、マグロだよね。うん、マグロ欲しい。マグロの1位ベスト。いきます。あ、エビ。お、来た。おー、来た。決めちゃおう、今決めちゃおう。書いてあるじゃん、ちゃんと。なんとせや、なんでもいい。まあまあ、普通にマグロでだけで本当いいの。まあ、マグロか。マグロでいきます。いいね。頼む、譲渡欲しい。これ別にあってもいい。まあ、普通に欲しいよ。3、2、1。はい、うわぁ。ラーメンさん、終わってない。うわ、よかった。せーの、イカ。イカ、あー、大好き、大好き。いいよ、イカが大好き。これ自分でもいい。せーの、ちょっと来い。よし、まあ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 、3いか、イカさん来た。いや、ほよ、もうチャームシーいらない。いや、チャームシー言われたら。いや、チャームシーうざいぞ。はい、まあ、ホタテ。おお、ホタテ人気だね。ホタテ好きなんだね。全然食ったことないけど、ここが一番大事だから。こちら、じゃあ、1位じゃん。まあまあ。
いや、ホタテちょっとやだな、未知だからやだ。そうな、美味しかったらしいしね、まさか言うに。味はうまい、マジで。ガチマグロ、マグロこいつの舌バカなんだよな、ちょっと。いただきます。どう？うまい。うまいよね。じゃあ、5巡目いきます。はい、うわうなっとうぜー、納豆きついぞ。うわぁ、よかった。いっとうぞ、これでかい。これまた、エビ引いて好きなやつ頼む。うわ、いいな、それ。そうだよね、エビって最強なんだよ。エビ狙いのせの、アレルギーアドバンテージ。あれ好きだからしょうがない。いきます。何くる？お、鉄火巻き好きなんだ。よし、かわいい。いきます。いけ、青。おお、一致。食事ですね。せーの、ホタテ。おお、ホタテ。お、ホタテ多い。ホタテ人気だから。いきます。せーの、はい、よし。 3? これなんでこんな3引く？これやばいぞ。コングラチュレーション。やばいぞ。ストックがイクライチとイカさんとホタテさんとチャオムシ1つ。やばやばいよ、ガチでやばい。あるぞ。だって今腹何分目？3ぐらい。4何7余裕出てきた。7からのこれ。そう。うわぁ絶対無理やん。いきます。こちらミルクレープ。ミルクレープ欲しい。でも結構欲しい。多いよ。でも欲しい。欲しいんだ。1個だったら欲しいんだ。青青青。せーの、よいしょ。青青青。お前だろ。ちょっと今私たちはホタテ出んなよ。ホタテお前だよ。おじさんお前に合わせて。お前だろ。変な感じになるから、なんかホタテ。ホタテ今俺が食べるのはこちら。うわ、うん、いらないいらないな。あ、食さんで、俺だ。やだ。潰すなら持ってたけど、食いたいのは俺。考えよう。ということは出すのか。俺はいらない。セフェスあまりすぎてる。ハルキで。ああ、まあまあ。嬉しいの。嬉しい。いや、地獄見るぜ。ピンポンうざいんだよ。いや、うざ。はい、じゃあ6周目ということでこちら。うわ、自腹を入れたいと思います。うざ、やばいよ。え、普通に嫌なんだけど。結構あるんだよ。え、俺自腹絶対嫌なんだけど。それな、これ見てみ。苦しくて自腹の方がいいもん。それな、いきます。ただ運悪くて自腹の方がいい。6周目の俺。せーの、いくら。よし、悪くない。自腹かと思った。これ、はい、いきますね。なんだ、譲渡1。おーし、おー、もち食いたいって言ってる。じゃあもち入れよ。おいこいつうざ。攻めたい攻めたいと思っちゃう。こいつうざ。いきます。はい。お、鉄火巻き。ありがとうございます。鉄火巻きなら食いたいもん俺。ああ、でも、いらない。あぶねー、失礼だった今は。もち食いたいって言ってる。言ってんの、顔が食いたいって言ってる。ああ、1。おー、1か。平和。まあいいわ。余裕だよ。これあるから、会計あるから普通に。いきます。会計やばいぞ。せーの、ドン。お前が自腹入れたのにな。頑張って。しかも5週、6週目で涙出そういう。はい、はい、いや、大丈夫です。1万円からでございます。同様で持ってね、カード細くなってんじゃん。うわ、えぐ、うわ、
半分ラーメンで。うそ。ラーメンうそ。はい。ございます。ごちです。ごちです。うざい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 。お疲れ様でした。ありがとうございました。